こんばんは、リアルチャンネルファッションカレッジ講師の星部義政です。こんばんは、MC の寺田由紀です。今日はね、テーマ結構面白いんですよ、はい、実はほう男の基本色というとグレーとネイビー。ネイビー、そうですよね、うん、そのネイビーという一色を使っていろんな見せ方ができるかという、今回ねちょっとある意味挑戦みたいなことなんだけれど、ほう、うん、ネイビーの中でもいろいろあるよねっていうお話は、うん、最近いろんなテーマの時に出てきてますもんね、うん、そのワードが。そう、ネイビーの中でもちょっと明るいネイビーもあれば、もちろん暗いネイビーもあれば、緑っぽいネイビーも赤っぽいネイビーもいろいろありますよと。とはいえそれだけではなくて、じゃあ例えばそのネイビーという色の持ってる力ですよね、うん、クラシックに見せることもできるし、モードに見せることもできるし、モダンに見せることもできるし、ということは、うん、こうどう合わせたらかっこいいよというその先ですね。そうだね、うんうん、どうやって着こなすとこの色は真面目に見えるんだろうとか、あ、不良っぽく見えるんだろうとか、着こなし方だったり合わせるその組み合わせの一つでやっぱり変わってくるんですよね。ネイビーをいかにこう見せられるかということについて今回迫っていきたいなと思いますね、うん、なるほど。ちょっとなかなか今までにはなかったテーマですね。早速本編に行きたいところではあるんですが、はい、やはり視聴者さんからたくさんコメントをいただいておりますので、はい、お答えいただけたらと思ってます、はい、真冬に、うん、ライダースの上にコートを着るのはおかしいでしょうか、うん、真冬に革は少し寒いのでウールのチェクスターコートかシンプルなステンカラーコートを重ねようかなと考えています、という。ライダースの上にさらにコートを着るのはありかなしか。あ、僕はやんない。あんまりドレススタイル、まあ、クラシックなスタイルっていうのはルールがある、うん、こっちのカジュアルなスタイルっていうのはルールがないんですよ、うん、だから何でもいいんです。別に何でもいいけれど僕はやらない。うーん、なぜかというとライダースは上に着るものだと思ってるから。うーん、うんうんうん、だからライダースで寒いんであればあったかいライダースを着るか。あ、それこそ、うん、星葉さんがこうプロデュースされたりもしてましたけど、中が全部ムートンになってるとかボアになってるみたいな、中綿入りのライダースとか、はいはいはい、冬用のライダースありますもんね。ある、そういうものを着るかな、どっちかっていうと。うん、その上に何か着るっていう発想はあんまりないかな。ただレザーでもね、スウェードのジャケット、レザージャケットとかだったら上にコートを着るって言われたら着るかもしれないけど、それでもあんまり僕は着ないかな。うん、革物はなんか一番上に着ときたいようなイメージがずっと強いので、うん、じゃあ中に着込むか、うん、冬用のライダースを買うかが。中にも着ないかな。中にも着ない。あんまりワイルドのアイテムだしさ、なんかひよってる感じがするんだよね。はあ、なるほど。すっごい厚手のニット着るっていうような感じよりはもうほんと T シャツとかぐらいの方が好き。ということはライダースは真冬はあんまり着ないかなってことになりますね。やっぱり顔の持ってるそのワイルドな表情みたいなものの方が好きなので。ミュージシャンとかもそうだよね、なんか、うん、ロックミュージシャンとかでもライダース着てかっこいいけど下にボテボテのニットとか着てないもんね。確かに着てないですね、そう言われてみれば。それも僕のイメージなんだ、うん、ライダースの空気感を大事に、星葉さんの意見も参考にしてみてください、はい、それでは参りましょうか、本題に、はい、今日はネイビーを極めるということで、うん、ネイビーの持ってるポテンシャルをどれだけ引き出せるかちょっと今日は迫っていきたいなと。わー、楽しみ。じゃあまずは、うん、まあ、いろんなアイテムあります、はい、まあ、真面目からいきましょうよ、はい、真面目にネイビーを着ます。まあクラシックだね、はい、うん、どうしますか。うん、真面目にネイビーを着ましょう。いろいろありますよ、タリアトーレのジャケットとかペトリ色のジャケットとかタリアトーレのさダブルとかさ、いろいろありますよ、うん、スーツもあるし、はい、まあ一番シンプルそうなジャケットを選びたいな か、まあ、かスーツだよね、やっぱね。それです。 あったあった、まあ、これでしょう、これですよ、真面目はこれ。スーツ探してました、うん、これにやっぱ白シャツだよね。白シャツ、そうだよね、こうだよね。星葉イズムで言うともこうです。こうだよね、はい、一番クラシックに行くなら、うん、ネイビースーツを合わせ、うん、白シャツ合わせ、うん、ネイビータイ、うん、柄なし、うん、そうだね、はい、これも真面目よ、こんな感じですね、うんうんうん、もう間違いのないコーディネートですね、はい、ネイビーのスーツに白シャツに無地のネイビータイ、うん、じゃあ真面目の反対いきましょうか。次、不真面目。不真面目不良っぽい。不良っぽい、うん、ティトさんの時にちょっとかすってるかな、いろいろね。あ、ティトさんイズムで言うと、うん、
まず朝起きて音楽聴きながらこんな感じで選ばなきゃいけないんですよ、うんうん、お酒も入るよね。お酒入りながらビール片手にふふーんで選ぶんですよね、うんうん、ティトさんイズムだとしたら意外にジャケットとかを使ってるイメージがあって、うんうんうん、ってことは多分合わせ方だと思うんですよ。一個一個のアイテムはクラシックで真面目なんだけど、うんうん、その着方がちょっとチャラいってことでしたよね。そう、極論言うとこれでも不良になれるんだよね。そう、素晴らしい。おお、そういうことですよ。いい加減だよな、きっとこの人いい加減なんですよ。そういうことですね。そういうことですか。うん、二つ。いい加減、いい加減、めちゃくちゃいいと思います。そういうことですね。不良っぽく着るってこういうことですよ。あ、そういうことですか。極論言うとここでもいいよね。うわー、3ついきますか、うん、袖口のボタンとかもここも外してる感じ、ネクタイ外してこう3つぐらい開けるだけで全然印象変わるということですね。着こなし方一つで真面目にもなるし不良っぽくも見える。そうね、モダンっていうの言ってみましょうか。現代っぽく着るってことですかね。そうだね。ってことは、うん、そろそろかっちりスーツから離れた方がいい。離れてもいいし合わせるものを変えていってもいいしと、うん、シャツやめて。あ、どっちにしよう。これはこっち。 そうだね、こっち。そうするとモダンになるよね、グッと。あ、どうですか。はいはいはい、これでさ足元が触ったらグッとモダンになると思う、ね、あ、確かにそうですね、うん、白い T シャツをかましてこういうニット着るんだったら白いスニーカーでもいい、うん、これ結構かっちりとしたもうザ・スーツじゃないですか、うん、ザ・スーツだけどよく見てほしいのはこういうところパッチポケットだったりするんだよね。あ、確かに。そう、実はこのスーツって万能でどうとでもいけるというか、パッチポケットの、ね、デザインだったりするから下はちょっとカジュアルめなものを合わせてもいいよね。なるほど、まあ、そこまでいけない人だったらスリッポンでもいいよね。ポケットの形とかも、うん、全てクラシカルなスーツだとしたら、うんうん、中にこうニット合わせたとしても白スニーカーはやりすぎですか、うん、ちょっとやりすぎかもしれないね。そうだね、色をさすごく抑えてるじゃない、はい、ネイビーワントーンじゃない、だからすごく現代的に見えるよね。いろいろな色を使っていったりするとクラシックになってる、うん、例えばねこのネイビーのジャケット、はい、サックスブルーのシャツ、はい、これグレーのパンツじゃない、うん、でブラウン、すごいクラシックになるよね。ネイビーのタイトル、クラシックって言うとこういうのはもうイタリアンクラシックの代表例だよね。あ、もうかっこいいです。今度は例えばこういう、あ、そこちょっとこういうのに今度ネイビーの今度ニットにこれでネイビーのパンツとかすごいカジュアルになるよね。これで、はい、現代的でありよりカジュアルになるよね。うん、同じネイビーなんだけど全然違うじゃない、印象が。違いますね。振れ幅が面白いよね、ネイビーって、うんうんうん、真面目、クラシック、モダン、現代的なスーツの着方より、まあ、モダン、カジュアルというか。うん、色の明るさでいくとどうですか。今回たまたまこのジャケット類が濃いめのネイビーだなって思うんですよ、うんうん、そうだね。でも、うん、もうちょっと明るいネイビーもあるじゃないですか、うんうん、あるね、ここにね。それこそこれもありますし、うんうん、例えばですよ、うんうん、これって、まあ、ジャケットですよね。ジャケット、うん、クラシカルな合わせをできるネイビージャケット、うん、色が濃い、うん、色が明るい、うんうん、これはカジュアル度とクラシカル度で言ったら、うん、どっちが上ですか。こっちがドレスだね。すごい、また絶妙な話なんだけど。そうなんだよね、色が明るくなればなるほどカジュアル度が高くなる。あ、だ当然ここに同じサックスブルーのシャツ合わせて、ね、うん、合いますよ、ぴったり合いますよね、うん、で同じようにネイビー合わせてネイビータイつけた、うんうん、こうすると同じブラウンの靴を合わせたとしてもぐっとよりカジュアルな印象になりますね。これ合わせ方的には一緒一緒、ロジックは一緒ですもんね。ロジック一緒、一緒なのにネイビーの色が明るくなるだけでとパンツの色がグレーがよりちょっと明るいものになるだけでグッとカジュアルな印象になりますよね。濃いネイビーの方がちょっとクラシカル度が強くて、うん、カジュアルが強くなるわけです、ね、そういうこと。そう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 、あ、分かりやすい。モードなんていう風な話も出てる。これまたややこしいんだけど、モードありましたね。モダンっていうのは現代的、まあスマートスタイルなんていう言い方もするけれど、うん、モードっていうのは日本語で書くと流行って書くんですよ。もっと言うと前衛的なスタイルみたいなことも表現できたりするのよ、これで。これは
全アイテムで可能なのか、アイテム選びから考えなければいけないのかで言うと、アイテム選びかな。なあ、だとしたらやっぱり、うん、スーツ外れますよね。うん、かと思いきや、一回頭をリセットしたりすると、はい、うん、もし僕だったら、うん、こう、いや、着るか着ないか別としてね、はい、モードのブランドのなんかファッションショーのコレクション見に行きます、うん、ファッションまっしぐらですみたいな感じだったりしたら、うんうんうん、もう裸で行くかもしれない。えの上にもうこれ着て、はい、でこれ着て、はい、すっげえ派手なスニーカーとか、もうここここだけ、ここ開いてガーンって開いてて、おそのぐらいやらないようなことを合わせる突発的な、その前衛的なスタイルみたいなことがモードの方に行くんじゃないかなと思うね。作り上げていくとか、その時のムードだとか、人がやらないようなことをあえて挑戦していくとか、うんうんうん、とはいえですよ、うんうん、今あるアイテムでとか、うんうん、BR っぽく、うん、こうモードをちょっと取り入れてみたいとか、うん、モードをやってみたいとかって思うと、うん、できたりはするんですかね。やりやすいのは、うん、1点入れる。あー、うん、なるほど。例えばさ、ネイビーのいいよこのパンツで、でこのニット、うん、このニット着てんだけど、この辺とかを、あ、そうだね、黒の靴にしようか、ね、これ BR っぽいじゃない。 BR っぽいです。クルーネックのニットでさ、うん、ネイビーのさパンツ、うん、この時に1点だけモードっぽいものを取り入れる、ボンって。ほう、うん、ジャケットとかでってことですか。ジャケットでもいいよね、うん、そうすると途端にモードっぽくなるよね。差し色と一緒、差しモード。そうだね、ちょっとずつ1点ずつ差していったりするとなんかへーモードがちょっとプンと香るよね。ここにもっとモードっぽさを加えるんであれば、すっごい厚底のスニーカーボーンと履くとかさ。へー、なるほど。厚底のブーツドーンと履くとかっていうとモードっぽくドーンってなるよね。うん、今日のもなかなか深い話ですよこれ。そうですね、分かりやすいようで分かりにくいけど、うん、理解をするとなんとなく見えてくるんじゃないかなという、なんかご理解いただけますか。そうですね、ぼやっとぼやっと、でも今日の一番最初の時よりはなんとなく理解できる。そうですね、うん、なんかあの頭の中は整理できたなと思うので、これをこう理解につなげるためにももっといろんなアイテムを見て、こう組み合わせ方も勉強していきたいなっていうのはすごく思いましたね、うん、やっぱり覚えておいていただきたいのは、同じようなネイビーのアイテムを持ってたとしても、着崩し方であり着こなし方であり組み合わせ方であり、そのテクニックがあればどうとでもいけるってことなんですね。そこがすごい面白いところだと思います、ね、そうですね、うん、いや楽しかったです。ぜひあれと一緒かな、うん、料理人、一つの材料がありました。その材料を和食でも使えるし、うん、中華でもいけるし、フランス料理でもイタリア料理でも、アレンジングってシェフってどうとでもできる。その感覚をいかにこう落とし込めるかことができるかっていうことだけなんでね。わかる、なんかますます難しいなファッションって思ってますあら分かったがゆえになんか、そうですか、まだまだ先は長いなと思いました。テクニックです。ちょっと皆さん一緒にテクニック勉強しましょう。はい、ということで、じゃあ本日は以上ですかね。以上ですかね、はい、最後宣伝を。はい、私寺田由紀いろんな活動をしております。 SNS もですね、たくさんいろんなところで、発信しておりますので、ぜひいろいろフォローしてください、お願いします。そしてはい、僕もいろんなチャンネルやってるんで、そちらもご覧になってください。ということで、また皆さんお会いしましょう。この辺で。次回はこちらです、まあ、大人気の PT のデニムなんですけど、うん、はい、BR 別注になりました。すべて一気になんか幅が広がりましたね。幅広がったよ。別注白タグ金使いですよね。僕だったら3本買う。黒黒黒、同じのを3本、同じの3本買うと思うね。なぜ。チャンネル登録はこちら、こっちもご覧ください。そしておすすめ動画がこちらです、こっちもご覧ください。同じこと2回言いましたね